ははいこんにちは田村です AI の精度とどう向き合うか、えー、セクション5について、えー、説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。セクション5の狙いといたしましては、えー、アルゴリズムのさまざまな制度指標について理解をするということ、そして2つ目が制度指標との正しい向き合い方を学び、理解するというところです。まずですね、AI の制度指標にはたくさんあるよと。 いいいうととこころがまず理解たただきたいことの一点目ですよくですね正解率が何パーセント以上を KPI にしましょうみたいなところでお話をいただいたりすることだったりとか現場でですねいうことあるんですけどそもそも AI の制度自体がいろいろあるというところを理解した上で選択しましょうというところが大事なことです。 でここからですね、特に画像認識とか映像認識で使われる制度で、たくさんあるんですけど、その中でもまあメジャーなものをあるあのいくつかご紹介して、まあ、そのメジャーなものをいくつかご紹介する中でも、まあ、いろいろ適切に選ばなきゃいけないんだなというところを理解いただければと思います。で例えばですね、の AI の制度の種で、秋らしい正解率と呼ばれているものとか、プレシジョンあの、適合率と呼ばれているものとか、リコール、再現率と呼ばれているもの。 で適合率と再現率でこう,うまく組み合わせて計算する F1 スコア、F メジャーと呼ばれているもの。IOU とか MAP みたいな。まあ、これは MAP とか IOU っていうところは物体検出の制度の指標なんですけれども、まあ、こういったいくつかの指標がありますで。繰り返しにはなりますけれども、実適用として適用する領域に応じて適切な評価指標を選択しないとだめですよとで。異常検知タスクの場合ですね、例えば抜け漏れを発生で被害が甚大ですので、 リコールを選びましょうみたいなことを選択するという形です。どういうことってなったかもしれないんですけど、まあ、とにかくそのタスクとあの間違っちゃいけないものは何かっていうところをちゃんと理解して選びましょうというところです。でですね、これはちょっと先にあの説明する前に先にお話をしていくとで、まあ、よくですね、これをちゃんと理解しないでですね、えっとまあえー、あのお願いをこの制度いくつか出してくださいとか、えっと、これなんとか目指しましょうって何も考えないで言ってくるとですね、まああの ちゃんと心がきれいなです、ね、人にお願いすると、いやいや、それはちょっと制度が制度指標の考え方が違いますよとか、こっちの方がいいですよとか、こういう運用して制度使用を運用していくるんですよっていうのを言ってくださるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとですね、悪いことを考えればいくらでもハックできちゃうというところがあります。それはどういうことなのかというところは、後ほどですね、ちょっとご紹介させていただければと思います。まず、あきらしいで。これが最もあのに人間がといいますか、まあ、あの 一般的にですね、正解率、精度だって言われているものの裸に近いものだと思います。で、アキラ氏は全データ中ですね、予測が当たった割合です。で例えば、まあ、これ、異常検出の例で、異常がある、異常がないっていうふうな日分類だとしましょう。で、右の列が予測値で、行が実際の値だとして、異常があるか、異常があると予測した、異常がないと予測した。で 異常が実際にある、異常が実際にない。で、この4軸ですね、あ2軸4マトリックスですね。で、それをですね、まあ、もうちょっとこう、最近はコロナウイルスで、もう議員性がとか、あのー、そういうところで出てきて、結構話題って実はこの話なんですね。で、異常があると予測して実際に異常がある時。とをまあを信用性。で、異常が実際にないけど、異常があるって言ってたら議員性みたいな感じで、こういうふうにこう表されて で明らというのは、えっと、繰り返しになりますけど、全部のデータの中に行ったら、行ったものがそうだ、当たっていると。前提タ中予測が当たっているものの割合です。なるほどと。で、なんかこれ、すごいいいじゃんって気がしますよね。でも、これじゃダメだめだときがあるっていうのが、まあ、いくつかあのたくさん例としてあるから、まあ、他にいろんな制度指標が実はあるっていうところです。で、これ、日分類でもそうですね。で、例えばですね、あのじゃあ先ほどのこう面談の例、ちょっとお話をしていきましょう。 で面談の例で、じゃあ、エントリーした方のうーん95%があのーまあ不合格になりますとで5。5%だけあの通過しますと。で、これをちょっとその AI モデルを作って効率化したいんで、田村さんと。なんか AI モデル、生徒にいい作ってもらえませんかと。ああ、わかりましたと。じゃ正解率でいいですかねと。正解率95%ぐらい求められてるんですよああ、わかりましたと。いいですよと。だったらですね、僕はですね、 何をもしこう、まあ、悪気があればですけれども全部不合格っていうモデルを作ってしまえばいいんですね全員不合格でもコード1行ですね不合格っていうだけですから全員不合格でそうするとですね何が起こるかっていうと全員不合格って言ってて実際に不合格の人は95%いるので精度が95%になりますなので何もしなくても正解率95%のモデルが、まあ、一瞬でできてしまうとでなのでですね、まあ、もう悪気があればですよ その僕,僕が悪気本気を出せば,悪気を出せばそういうこともやってしまうとかもしれない。でこれをですね、まあ、一番い,ちいけてないのが悪気気はなないいけど誰も気づかずにこううってるっていう時ですねでそうなってしまうともう本当に悲しい現実が待っているので、まあ、きちっと考えましょうともともと悪気があるやつがいるっていうのは論外ですけどビジネスの現場では論外ですけどでも本当にこれを気づかずにやってしまったりプロジェクトが始まったり指標を設計するっていうことはどれだけ危険だってことかっていうのが今の例で分かったこと。 でさらにですねプレシジョンプレシジョンは予測が正と、まあ、何かしらポジティブだという反応ポジティブというのはいいという意味だけじゃなくね異常があるということも含めて何かしら正の反応をしたときに実際に正である割合です。でまあ、数式としてはこ,こ,のこの四角の中のここの部分というところに表せますね。で、可、え、変、っと、数無駄打ちをなくすことというところが重要だというところです。一方でリコール。 実際に性性でででであるものの中で性だと予測できた割合です例えば異常があるというものの中で,でちゃんと異常があるというふうに言えたものの割合ということですねで。例えば異常検出とか先ほどの何か大きな偏りがあるときに抜け漏れをなくさなきゃいけないタスクというときはこちらの指標を上げることが重要です。まあ、例えば傷を検出しなきゃいけないと。ねも、まあ、もちろん傷も なんか抜け漏れをなくしたいというよりも、なんかちょっと見つけたら嬉しいみたいな傷のタスクっていうのはまた別ですけど、本当にクリティカル向上工場とかをって、これが傷があったりとか、この変な異物が入ってたら絶対ダメだというようなタスクで、かつても異物って本当に1%ないぐらいの領域だと、まあ、全部異物ないって言ってしまえば、先ほどの正解率で評価すると99%出ちゃうわけですよね。でもそれじゃ困っちゃうと。AI 入れる意味ないじゃんと。 でじゃあ実際に異常があった時にどれだけ異常があるって言えるかっていうところが大事ですよなので異常件数とかでは最終的には運用ではリコールを重視することが多いですであらしいだと、まあ、その実際のデータの分布とか説明の仕方によって結構ハックされちゃうっていうところがあるので、まあ、ハックしにくい評価指標ってのを作りましょうよっていうところで F1 スコアっていうところが生み出されています これはちょっと実際データサイエンスの方々からするとこの説明ちょっと違うかもしれないですけどまあ分かりやすく言うとそういう感じです。F1 スコアっていうのは先ほどのプレシジョンとリコールっていうのをまあ調和平均、いい感じで平均を取って可検出、無駄に、無駄打ちするのも積てずつ抜け漏れも減らすっていうのをいい感じに勘案した数値です。とでこちらはですね確かにモデルの性能をフラットに、フェアに見るといったときにはまあいい評価になっています。 なので、まあ、そのモデルをこう開発していくような段階だと F1 スコアを見ながら、モデルの制度をアップデートしていって、最後、こう、事業に、ビジネスに組み込むときに、この F1 じゃなくて、プリジオンとかリコール、もしくは明らしい、どれを重要視するんだっけっていうのを考えながら運用していくっていうのが多いです。でですね、例えばちょっとここでですね、あのーこれ、最近はコロナウイルスの話もありますので、あのー、ここでちょっとお話をさせていただくと、コロナウイルスもですね、 あのまあ、実際にコロナに感染している時に検査をしてコロナだっていうことが分かった確率っていうのが実際どうなんですかって話なんですよね。で例えば、まあ、あの今いろいろ世の中問題になっていますけれども、まあ、コロナの人数って、まあ、人口全体化するとまだまだパーセンテージとしてはまあ少ないわけですよね。でそんな中で全員コロナじゃないって言ってしまえば正解率が99%ぐらいの精度の 検査になっちゃうわけですよねでそれっていいんだっけっていうところで、まあ、ちゃんと考えなきゃいけないよねと。でなので例えばじゃあ実際にコロナだって言われたけれどもその本当にコロナの確率ってどのくらいだっけっていうところは、まあ、ちゃんと数学で考えるべきだというところです。でこれをですねあのきちっと考えていくっていうところが AI でも同じですよといったところで。 やっぱりここはその数学の知識なんですけれども、まあ、こういったところでデータに騙されない、正しくデータを評価するということがどれだけ大事かというところをまずあの分かっていただければと思います。で次にですね、えーとまあ、今は日分類で、えー、と画像だけじゃないような性別指標でしたけど、まあ、画像ならではの指標というところもいくつかご紹介します。一、まあ、つ目が IOU といったところで、えー、IOU はですね物体検出とモデルの位置検出評価の指標です。 でまあ、これはちょっと感覚的に分かりやすいかなと思うんですけれども正解領域と何パーセントかぶっていれば正解とするかといったところの指標です、まあ、大体どのくらいこういい感じにかぶってるのっていうところですねで MAP っていうのは、まあ、そのえー、っとですね IOU のところの位置をまあコントロールした上で、えー、物体ケースモデルのクラス分類評価の指標ですで 1>, えっと1クラスに関して平均的に見て、どの程度当たっているかっていうところの指標ですね。で、これはですね、先ほどの IUU の域値っていうのを絞って、できるだけぴったり当たってないといけないよっていうところをコントロールしたりすることによって、あの制度指標っていうのは変わってきます。まあ、なのでですね、これもですね、画像認識のところで何かあの目標値はいくらですってやっても、この MAP の域値を変えてしまえば、ある程度こうハックでできちゃうところもあるんですね。 でなので、えっとまあ、そういった意味でですね、MAP っていうところの概念があって、で先ほどの IOU っていうところと MAP っていう概念があってで、それぞれ適切に、タスクにとって適切に、そのいい感じに域値を設定する必要があるというところが、まあ、重要ですで。いい感じの域値ってどれっていうところは、まあ、しっかり、あのー、そのタスクを向き合いながらあの、そのベンダーだったりとかというところと相談したり、まあ、ちゃんと計算するべきかなと思います。で次に制度とどう向き合うかというところです。 そもそもですね、AI っていうのは、こう、人が見てやるようなことをやるっていうところなので、100%ではないっていうことが、まあ、あのお話しした通り、一つ重要な、えー、違いになっていますと。で、100%の精度が出ない、まあ、それは人もですよね。で、じゃあ、それを前提にした運用とか、UI、UX、ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスっていうところを考えるっていうところが重要です。 でこれをですね、しっかりやらないで、実際現場に導入すると、すると現場の反対だったりとか、あのまあ、そもそもこれなんでやってるんだっけって話になっちゃったりするんですよね。なので、えー、とそこをまず100%じゃないんだっていうことを受け入れた上で、どうするのどうやって勝ち読むのってところをしっかり考えましょうと。で、例えば2つですね、考えるべきポイント、他にもいろいろありますけど、2つ例を挙げさせていただくと、例えば既存業務を害さない、e、UIUX と。 例えば、保育園における誤睡の時の見守りその、まあ、ちっちゃいお子さんってう,こっちあのうつ伏せで,です、ね、寝てしまうと、窒息の呼吸困難の可能性があるので、それをこうあのちゃんと見守りをしましょうといったところであったりとか、まあ、介護とかもそうですけど、ベッドから落ちそうとかいう話がありますけど、例えば AI が、ですねこうなんかちょっとでも危なかったら、もうブー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 アラート鳴らすってなってしまうと、ですね何が起こるかっていうと、精度100%じゃないので、もうずっとアラートが鳴っているみたいな。 そんなのや寝てねお昼寝できませんとで。なので、ものすごい確信度が高いときにアラートを出して、怪しかったら、例えばスマートフォンに画像を送って、小池さんがその場で確認、行かなくても確認できるようにするみたいな。で、本当に絶対大丈夫だと思うところを省いていくみたいなところで、みんなあのこういう設計をちゃんとしていきましょう。で、そうしないと、なんかこれ、AI あるけど、なんか全然ダメじゃんみたいな感じになってしまうと。 で納得感なるこれも先ほどの人事面談もそうですけど、過去の結果データのみを学習した AI だと、うん、不採用、確信度は25%は分かんないけど、まあ、採用かなみたいな感じで AI が出してしまうと。で、それじゃあ、納得感ないですよねと。で、まあ、倫理面にも即しますよねと。で、例えばこれは本当にあの大きな問題で、例えば男女の応募数が、男性の方が80%、女性が20%で、で、合格率もその、あの、 まあその割合で入ってきて、そのまま同じ割合で入って、上がってきたとすると、合格するとすると、なんか女性の方が少ないなと AI が学習して、なんか女性の方がダメなのかなみたいな学習して出力採用としちゃうと。もう本当に、もうそんなこと本当にあったらもう大問題ですよね。で、なので、判断基準も出力する AI っていうところをちゃんと作って、納得感ある、ちゃんと使える UIUX を考えましょう。それは精度100%だからじゃないから。 データに依存するその不均衡というのがあるからそれを踏まえて設計するということが大事ですで。そういう形でちゃんと精度と向き合っていかないと実際に使われる例は作れないということです。で100%の精度が難しいという前提で行うべきことっていうところはさっきの例がありましたけど、まあ、ちゃんとスコープを定義しましょうというところと、まあ、運用でカバーしましょうというところと期待値をコントロールしましょうというところがあります。 でこの3つをしっかりやっていくことができれば、ですねまあまあ、少しずつ入っていくかなというところはあります。なので、ここをちゃんと最後、サボらずにしっかりやるというところをあの心がけましょうというところです。えー、そして、ですねでも精度とどう向き合うかというところで、とはいえ、なんかちょっといろいろ考えなきゃいけなくて大変だなという話も思ったかもしれませんけれども、やっぱりデータが溜まっていくと、どんどん精度は上がっていくんですね。ちゃんと想定、設計されていれば。 でなんか全然想定外のデータが来たから精度下がりますみたいな話も、まあ、あるんですけど、それはちょっとちゃんと想定とか設計してなかったからということが、まあ、多くて、それは含めてちゃんとやりましょうって話なんですけど、基本的にはちゃんとデータを貯めていくと、その領域においては精度が上がっていきます。で特にですね、最近の、本当に最近の話ですけど、あの研究の論文だったりすると、もう結構データ量で増やして殴り勝てば、 どん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 データの数で線形に増えていく、あんまりこうアッパーがなくなってきたんじゃないかみたいな研究も出てきたんですね。で、そうなってくると、本当にデータを集めたもん勝ちですと。で、なので、でただ、その現場の,あの合意が得られないとか、なんか最初、EIX が下手くそに実装しちゃったがために、その現場に導入されなくて、データのこうカメラが導入されなくて、データが集まる仕組みが出てこないってなってしまうと、すごいもったいないんですよね。なので最初は精度が多少 軽くてもちゃんと使えるもしくは、それもまあ,ある意味こう、あんまり不快にならないように入れていきながら、どん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 データを貯めていくっていうところをまず始めないと、まあ、いつまでたっても AI の精度って上がらないよというところがあるので、まずは導入する、追加学習していくっていうところを前提にちゃんと入れるっていうところをやっていくっていう前提はしっかり考えていきたいなと。で新しいデータをこう どん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 増やしてこう蓄積するようなパイプラインとそれを学習していい精度が出せるようにするっていう循環を作っていくっていうことが大事ですはいセクション5のまとめといたしましては「秋らしいプレジジョンリコールファンスコア」まあ,あ IOUMAP みたいな精度を測る指標はたくさんありますそれで適切な評価精度っていうところを選択していきましょう 100%の精度が難しいという前提のもと、スコープの設定やオペレーションでのカバー、期待値のコントロールが重要です。でとはいえ、追加学習により継続的な精度向上というのが見込めますし、そこが大きな差分になっていくる、複利的に効いてくるので、まあ、そういったことの精度維持を必要だということを認識して、とにかく学習をあの、データを集めていくことが重要だというふうに理解いただければと思います。以上です。ありがとうございました。